The next station is Nagai, station number N26. Please change here for the JR line. ナガイ、ステーションナンバー N26。ご乗車ありがとうございます。お客様にお願いいたします。 歩きながらのスマートフォンや携帯電話の操作は大変危険ですので、お控えください。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。長い、JR線の乗り換えです。 左側の扉が開きます。ご注意ください。長いです。 The next station is Nishi Tanabe, station number N25. 日曜の診察、婦人科検診のサラレディスクリニック。不動産のご相談はアーバン昭和町ビル、アーバントラスト、動産販売。3号出口、北へ約1分、葬儀家族葬。 西田鍋です。 扉が閉まります。 ご注意ください。 The next station is Showa-cho, station number N24. Brand bag, gold, platinum, jewelry, buy-sell Shichiya, Okazaki-ya Onsen. 年中無休、平日夜9時まで診察、足立歯科クリニックへ。次のお客様。
の扉が開きます。ご注意ください。昭和町、昭和町です。扉が閉まります。ご注意ください。次は天王寺谷町線、JR 線、近鉄線、上町線を乗り換えです。出口は右側に変わります。 The next station is 天王寺 Station number M23. Please change here for the 谷町 JR 近鉄線 and 上町線。お客様にお願いします。やむを得ず急停車することがありますので、振り子は手すりなどをお持ちください。アベロキューズモール向かい、メンズリーススーツの洋服の青山、コンタクトレンズの IC アポロ店、天王寺を裏かけ、アポロ牛安ビル映画館アポロシネマへお越しの方は次でお降りください。ご乗車ありがとうございます。この電車は千里中央行きです。次は動物園前、動物園前、坂井筋線、JR 線、阪堺線は乗り換えです。出口は左側に変わります。中間処理まで廃棄物収集運搬処分業、山田衛生へお越しの方は次でお降りください。
線、反対線は乗り換えです。左側の扉が開きます。ご注意ください。動物園前、動物園前です。扉が閉まります。扉にご注意ください。次は大黒町、大黒町、四ツ橋線は乗り換えです。出口は右側に変わります。The next station is 大黒町、station number M21. Please change here for the 四ツ橋 line.車内では携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。また、運転座席付近では混雑時には電源をお切りください。皆様のご協力をお願いします。1号出口が最寄りの総合人材サービスのサンレディース。8種類のお風呂と岩盤浴、サウナのスーパー銭湯、桃源郷太平の湯へお越しの方は次でお降りください。大阪マラソン組織委員会からのお知らせです。11月26日は第7回大阪マラソンです。大阪市内で長時間交通規制が行われますので、ご利用は支援ボタンをご利用ください。
ありがとうございました。ナンバーです。車内にお忘れ物の内容をご注意ください。まもなくドラが始まります。ドラ受けの方ご注意ください。まもなくドラが始まります。結構どうしたん？取れへんかったん？結構取れなかったんですか？やってて取れへんかった。いや、出てきてるわ。ほんだそれ取れへんかった。言わない。ああそうか、ご乗車ありがとうございます。大丈夫、ラッキープラセンタ来れるかと思って。お金まだ出てる。230円かな。そうや、だから270円お釣りやった感じ。新宿大橋ステーション500円やったら次は東海土地建物の心斎橋プラザビル前です。2プライス2ラインでスーツを展開、スーツセレクトクリスタルナゴリ店、時計宝石金製品骨董品プラザキーアプリ名古屋心斎橋店、新築マンション一戸建てを分譲するエステムシリーズの日照エステムにお越しの方は次でお降りください。はい、270円にしとく。30円でいいね。ここあと30円違う、230円。この道はそうやね、難波からあのなら梅田でいいね。だけど切符取るの忘れましたって言うて通るかも。長くてくるみ緑地線は乗り換えです。右側の扉をアホやでもちゃんと渡ったやってると一緒に出てきたかな。出てきてる絶対。新材橋、新材橋です。すいません、ありがとうございます。長野に連れて行く線は反対です。綺麗。阪急とかはね、何でやってんの？阪急や。ん？あの、切符買ってください。ドラが閉まります。大体ね、車が出てきたらね、あまりその、いらへんねん。だから、何でもがこうなる。ラガールカード買ったらいいね。ラガールっていうか、なんとかカードとか今、違われへんのがいっぱいあるからね。いい。あ、そうなんだ。うん、スルッとカッサイみたいな。あ、それあかん。それ、中央線は乗り換えです。早く、早く、そんな運転はスルッとカッサイだ。なんか昔でしょ、今なんか書いてるかとかいうのやったらいけんのかな。それはないか。積極的にお声掛けをもらえる。コンビニでもやれる。はい、お客様もお困りの方を見かけると思います。お声掛けをお願いします。何月から使えなくなりました。お客様にお願いします。歩きながらの位置情報サービスを利用したスマートフォンゲームの発売のところになんか書いてある。うん、カード7号出口が最寄りの大手の大型専門店鶴屋本店。そこ買うほどでもないかと思うんですけど、一生懸命切符買ったら絶対取らなかった。日本の美、伝統の美、着物を次出られる。真ん中からお越しの方は次でお会いください。おかしいね。出てたんかな。どこかわからない。出てるわ。通してから入った。入ってるから。あの、ショップ中間でもからね。中央で毎回乗ってるとわかるけど、乗るのがたまやからわかる。そうかな。まだいけるわと思う。まもなく道路が閉まります。道路にご注意ください。やっぱりちょっとカード買った方が良かったな。朝一番。次は淀屋橋。淀屋橋。そしたらこれも乗れる。京阪電車の乗り換えです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 。京阪電車の乗り
聞いてみた方がいい。カード。でも一種類やね、はい。で、なんかね、一種類のカードがついてるんです。それはもうほんの今の近鉄使われへんかも。8号出口直結、暮らしと保険の相談窓口、日本生命ライフカードの会、スープライス、ツーラインでスーツを展開、スーツセレクト、予定は既にお越しの方は、すぐにお降りください。使えるのが限られてたと。JR は使われてたと。そういうのがあったけど。他保険の分もあったよね。阪急のしかあかんと思うんだよ。知らんけど、私は。あ、そうなんかね、ほら、なんかちょっとだけ乗れるような感覚でついてるやろ、あのカプケンのやつ。そう。京都まで行かなあかん。また行けんねんや。だけど、そのたくさん乗れるのも全然でもないねんけど、ほら、隣に来るもそれで行こうみたいな。それでおしまいになってしまうから、一番京都、うん、京都まで行かない。京都が特別。お願いします。お願いします。一回刺してみていいって言われて、なんか結構ベテランのおばちゃんとして刺してみていいって言われたけど、次は梅田痛いですかって言ったら、それは刺してみますけど、JR 線安心刺して、一回刺して、あ、違うわ、こちらは出口は右側で、も全然痛くなかった。梅田ステーションナンバー扉付近のお客様は、俺もいつも内心ドキドキしちゃう。企業のお客様のフランスで食べたサイドラス大阪行かんな、さすがに寿司、和食、当然会は頑固梅田本店、ジョイによる美容のご相談、湘南美容外科クリニック大阪駅前にお越しの方は次でお降りください。めっちゃ抜かないんだよ。お客様にお知らせします。梅田駅北コンコースは改造工事のため一部通路が狭くなっております。JR 線阪急線への乗り換えは中コンコースの改札をご利用いただきますようご協力をお願いいたします。貧血まではいかんけどなって、自分の血見て気分も悪くなられて、ちょっと痛いです、チクッとしますよって言って1本目終わって、はい、2本目いきます、はい、次ライフです、総合人材サービスの
レディオ新築タワーマンションザ・ファイブタワー上田駅に SS サロンにお越しの方は次でお降りください西中島南方です。ドアが閉めます。ご注意ください。次は新大阪、新大阪、新幹線 JR 線は乗り換えです。出口は右側に変わります。The next station is 新大阪。Station number M13. Please change here for the Shinkansen and JR lines. 治験と医薬品開発支援の大阪治験病院マイクロバブル入浴装置のサイエンスへお越しの方は次でお降りください。
車内にお忘れ物のないようご注意ください。まもなく道路が閉まります。道路にご注意ください。道路が閉まります。次は東三国、東三国です。出口は右側です。The next station is 東三国、station number M12。お客様にお願いします。車内および駅構内で不審物を発見された場合は、変わらず直ちに乗務員または駅係員にお知らせください。ジェネリック医薬品の沢井製薬、無料会議室付きの賃貸オフィス、セントラウンド株式会社、医療系国家資格取得の新大阪歯科技工士専門学校、新大阪歯科衛生士専門学校へお越しの方は次でお降りください。できるだけ譲り合っておかけください。なお優先座席はお年寄りや体の不自由な方などにお譲りくださいますようご協力をお願いします。ラーメン春雨4のエースコック保証の相談は全労災共済ショップ江坂店、ビジネスと観光のサニーストーンホテルへお越しの方は次でお降りください。
右側の扉が開きます。ご注意ください。
左側から降りてください。出口は左側。